ていく。ジュンとトミンゴの本当。はい、というわけで始まりましたけどもね、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでですね、ついに、はい、私本トークをね、去年の4月から始めまして、はい、まあ、もう時期1周年ということで、今回ケアンズからはるばる、ジェットスターを使ってですね、やってまいりました。ジェットスターいらないんですけども、はい、というわけでこれ本当念願ですよね。はい、ようこそいらっしゃいました。反応が早い、これが嬉しいよね。やっぱね、今までいつもほらね、ズームとかを使ってやってるので、そうですね、やっぱりこうね、気をつけないとかぶったりとか、うん、そうなんですよね。かぶらないのいいね。うん、かぶらないかな、大丈夫かな。大丈夫です。というわけで今回はですね、はい、音声プラス動画ということで始めてますので、はい、もし皆さんね、どんな感じでやってんのかなっていう、そうですね、動画で見たい方は、たくさんの方が気になってると思うんですよ。気になってる、うん、はい、ということで気になってると信じています。ね、下のこちらの方にリンクがありますんで、いや、それ冗談ですけども、はい、動画の方でも上げますんで、ね、よろしかったらね、はい、今回実はワクワクチームから一人もう一人マネージャーも来てます、編集プロデューサーも来てますんで、これがもうワクワクのやる気をね、ちょっと感じていただきたいということでね、はい、はい、まあ、今回スタッフ4人いるんですよ。すごいじゃないですか。そうです、本当にもう今こういう感じでね、キャデラックになる感じで、うん、はい、失礼しました。というわけで、もう時間も限られてますので、そうですね、早速せっかく来ましたから、うわ、初めてのリアル本トーク、はい、はい、行きましょうか。来たと思います。はい、ね、こちらが今日はね、この本だらけさんに来てますんでね、皆さん来ていただいて、ちょっとこう、どうですかこれ、ケアンズの皆さん、こんなのあったらもう泊まりがけで来たいでしょこれ。本当？ね、いや本当ですよこれ。だずっと今編集スタッフね、泊まってください。もう泊まり、これだけの本があるねということでですね、はい、ぜひ皆さん指導に来たら、もうこの本だらけさんにね、はい、来ていただきたいんですけども、お待ちしています。はい、この会場で今回、はい、ね、皆さん来ていただいて、はい、お酒飲みながらっていう感じで、ちょっとね、アダルトな本トークということでよろしくお願いします。はい、というわけでですねじゃあいつものように、いきましょうか。いつものやり方でね、はい、トミンゴさん紹介で、はい、僕がそれに対してコメントという形でやりたいと思います。わ、はい、かりました。本日ご用意した一冊は、じゃ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 ん、ぴょん、じゃん、22年目の告白、あらら、私が殺人犯です。22年目ですか。そうなんです。これちょっと僕は今年でオーストラリアに来て23年なんですけども、微妙なニアミス、告白、告白しますいかがでしょうか、はいこれは映画にもなってましたので、ご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、韓国で大ヒットした映画を日本でリメイクしまして、それを小説にしたという作品なんですね、うん、で私ちょっと読み終わるまでそれは知らなくって、とにかくこの読んでる途中の展開が映画っぽいんですよ、やっぱり。あ、なるほど。すごくなんかドラマチックな展開でということで、ああなるほどなと思ったんですけれども、すごくエンターテインメントなミステリーで、実話ですか、実話ベース、実話をベースにしているんではないかっていうようなことも言われていました。22年目の告白って何か意味があるんですか、うん、それとも例えば時効とかそういうことではなく。さすが純さん。あ、そうですか、そうです打ち合わせ全くないです。これはもう本トークの決まりなのでね、今回動画でやってます、はい、これは打ち合わせできる演技ではない、はい、そうですね、これも一発勝負ですからね。一発勝負です、はい、いや、そうなんです。やっぱり22年目の告白っていうからにはその時効とか絡んでくるんですね。あ、なるほど、うん、でこのお話の中でちょうどこの連続殺人事件が起こるんですけれども、それが起こった日っていうのがその翌日からなんとその時効がなくなるという日だから、そのこの殺人犯の犯人はギリギリ時効が発生する成立する時に事件というか言いますか、殺人を起こしている。なるほどですね、うんうん、それで結局その時効を迎えてっていうことになるんですけれども、その時効を終えて殺人犯ですっていうことで名乗り出るわけなんです。それは面白いかも。そうなんです。でそれでもう本当タイトルからね、そういうちょっと想像できる感じなんですけれども、それでその名乗り出方っていうのがめちゃめちゃドラマチックで、ドラマチック、はい、うん、そのなんていうんですね、手記、告白本を出版しちゃおうっていう、あら、なんかそういう
なんだろう、まあちょっと違うけど、うん、あの榊原少年っていたじゃないですか。あの神戸のね、はいはい、彼が結局その、うん、ほらずっと謎だったでしょ、まあ、未成年ってこともあって全くベールに包まれていたのが、確かどっかの出版社が独占的に手記を買って出版したよね、うんうん、であれですごくその遺族の方と揉めたって事件があったら、ね、ちょっとそれなんかね、まあ、違うんだけど、うん、リンクしますよね、うん、なんかちょっとリンクしたなっていう気は。やっぱりその手記を出すっていうのは、うん、あの社会的にもちろんその批判もあり、賛否両、もちろん賛否両論であり、ね、出版社としても結構こう命がけといいますか、家計なわけなんですね。そうだね。ただその編集をしている、本を出版している人、編集者にとってはその一生に一度、まあ そうだろうね、そのビッグヒットになる、話題になる本を出すっていうのがやっぱりその、うんなんていうんですかね、いや分かる分かる分かる、うん、大事すごくやっぱりもうそもそも時効っていうこと自体が結構、はい、ねええって思うじゃない、うん、だって罪に変な話ね、例えば、うん、あることをしてさ、うん、それがある時から問われないってなって、うん、当然、ね、問われなかったらじゃあやったんだよって言っていいのってちょっとは思うと思うんだよね、うん、でそれをやったわけじゃない、うん、あ実は僕こういうことしましたっていう、はい、だからそれは何だろう、すごく、まあ、センセーショナルだし、そもそも事故って何なのっていうのもあるし、そうなんですね、正義とかそういうもう倫理性とか、うん、全てなんかいろんなことが関わってくるんですけど、まあ、そういうことも感じた作品です、うん、なるほど、はい、でまさかのヘビーな、ヘビーな、ね、いやこれはもうね、うん、トミンゴさんのね真面目さというか、あの本に対する情熱の裏返しですよ、これは。裏返しですか。はい、お酒飲んでも真面目っていうね。はい、いやでもこれは本当にね、すごくテーマ性は深いと思いますよ。深いと思います、うんうんうん、でかつやっぱりその映画から小説版になっているものなので、あの読みやすいと思うんですね。ね、うん、その読みながらその映像が目に浮かぶというような、そういった小説になっているので、あの、まあ、テーマは重いんですけれども、楽しみながら読み進んでいただければと思います。ちなみにこの作家さんっていうのは他にどんなの、この新人というか、すみません、やっぱり私もちょっとこの方詳しくないんですけども、すたくさんこう作品を出されているわけではなくて、あ、そうですか。やっぱりそのなんて言うんでしょうね、あ、若いですね、79年生まれ、うんね、なんですね、そうなんです。放送作家さんなんだ。なんでそう、うん、あ、じゃあこれを放送作家ってことはやっぱりいろいろ事件とかもいろいろ関わってきてるだろうし、そうですね、時事的なね、やっぱそういう方って見せ方も上手ですね。あ、やっぱりそうか、文章に起こすときに、なるほど。なのでこれは本当話題になっていたので読ませていただきました。あの映画でも文章でもどちらでもこれは面白いと思います。ぜひ読んでみてください。あれ、素晴らしい。これ大丈夫。素晴らしいよ。素晴らしいよ。さすが。ね、うん。もう動画にも強いトミンゴっていうね。2018年は。頑張ります。でも本当にトミンゴさんは結構去年ね、いろいろやられて、はい、例えばその、あの本棚を写すとかね。あ、はい。あれすごく本当にいいと思いますよね。はい。うん。遠隔地にいて。いやでも遠隔地にいてやっぱりあの本がないっていうのはね、うん、思った以上にね、息苦しいんですよ。うん、であの、まあ、ケアンズも結構田舎ですけど、うん、そこからさらに結構内陸にいる人っていうのはやっぱり活字がないんで、本棚で見れるといいなっていうふうに思って、なんかその視覚でやっぱりこう見るのって大事ですよね。タイトルが飛び込んでくるとか、うん、あの本当本棚の間に入るだけでシャワー効果、あー、シャワー効果いいな、本シャワー効果、本当に、ね、やっぱ本棚の間に入ってほしいと思います、うん、はい、本当に素晴らしいですね。はい、はい、こんな感じ。はい、というわけでね、素晴らしい、もういや今かやろうかって言ってできちゃう本トーク、ね、今年はさらに進化して、はい、ね、もうドラマでも撮りますかって話ですよね。いいですね、本トークドラマどうですか。ロケ地シドニーとケアンズ、よろしくお願いします。ファン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 。あのね、ありがとうございました。ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。